エッセンもいいかも。確かに。ただエッセン最新メニューがな、ネットだと情報得られないんだよな。うわ、もつ味噌弁当とかあるよ。4月でこれってめちゃくちゃ良心的な値段やんって。うん、もつ味噌弁当いいなぁ。海苔弁もあんじゃない？閉まらない蓋。エッセンの唐揚げはエッセンの唐揚げでいいからね。胸唐揚げなんだけど、結構ジューシーで、俺は、胸唐揚げにマヨネーズかけて食う。もも唐揚げだったらマヨネーズはくどくてあんま好きじゃないから、合わないから。胸唐揚げだったらもう存分にマヨネーズかけて食えるから、俺は好きなんだよね。その唐揚げを海苔で巻いて食うピロモつって。ああいうテク見せてくっから、あいつ。いや、煮込みメンチってうまくないでしょ。うまくないは語弊があるわ。語弊がある。そんなシナジーはないはずよ。まあ、やっぱり、とんかつとはうまいよね。煮込みって、って。なるだけだと思う。ああ、ワンカラから、でもワンカラ、もっと唐揚げいっぱい食いたいな。難しいな。あ、カレー食ったことないかもしんない。でもこういうお弁当屋さんのカレーって大鍋で仕込むから大抵うまいんだよな。だから3辛弁当にすればいいんじゃないの？いや、海苔辛弁当あるやん。明太海苔辛あるやん。3辛の明太海苔辛にして、で、もつ味噌。うわ、でも生姜焼きもうまいよね。うわ、カレーもいいなぁ。カレーはもう、安牌中の安牌なんよね。安牌中の安牌なのよ。弁当屋のカレーってマジで大量に仕込むから、絶対うまいんだよなぁ。お前、ストライカーだろ、守りに入り。弁当3つで相当攻めてるって。弁当3つで相当攻めてるけど、ただ、タラフテに比べるとご飯の盛りが良くないから、3つは必要なのよ。2つでお腹いっぱいになるってことはないのよ、エッセンは。エッセン結構いいな。写真付きだとやっぱすごいな。目移りめっちゃやばいな。え、お弁当屋さんでレタチャーあるの珍しくない？なんで追加4品目になってんのか。うわ、難しい。まあでも持ってくるからね、どうしたって。エッセンそんな遠くないけど、言うてこう持ってくるまでの時間、でもまあお弁当屋さんだからな、そこら辺は計算に入れてんのかな。弁当一つライス抜きにしてチャーハン追加。あ、唐揚げ単品ってこと？うん。唐揚げ3つ単品。豚焼肉スタミナ丼。レタスチャーハン。もつ味噌。完璧じゃない？うわぁ、自家製でちゃんと作ってるもつ味噌だった。だから、オムカレーにした。オムカレー、豚焼肉スタミナ丼、唐揚げ単品、あとはレタスチャーハン。やっちゃったよー。やっちゃったー。違う、ミスった注文。注文ミスっちゃったん。唐揚げ単品、
3つって頼んだけど、唐揚げ3個入り3つ唐揚げ3個入り3つになってるね、これね。うわ、オムカレーうまそう。まあまあ明日、いや2000いかないぐらいだろうなと思って行ったら、あれ2500円っつって、2500円、計算合わねえなと思ったら、ボンっつってこれ出てきてあ、絶対間違ったわっつって、ちょうどよくねえよバカ。ママと母ちゃんと明日の俺、うん、母ちゃんと明日の俺の分、うん、ティッシュに、今日荒川くんいないもん、今日下北でライブだから荒川くん。まずオムカレー、オムカレーね、いいですね。豚焼肉スタミナ丼、うん、いいですね。レタチャ、うん、いや戦わねえよ、戦わねえわ、うん、なもん置いてくるよ、もう置いてくるよ、俺無理だよそんなの。いや明日食うんだから。いやレタ少なくもないと思うよ。逃げんなデブっつって。よし、チャーハンから食べようかな。カレー最後だな。カレー最後だね。カレー強いから。うん、食う流れにはしねえよ俺は。だって一個の大きさこれも9は無理だろお前。これを9はもうその本職の人に任せよ。うん。いや。あの小ぶりなね一口大のとかだったらね、9、うん、全然余裕だよなんですよ。これ2個分くらいだからね、うん、昔なら食べてたのに、だから美化しすぎだっつ、美化しすぎ加工、小食になってねえんだよ小食になってないことを俺この前自らあの証明したから、うん、安いよね。そもそもあの唐揚げの量とこれ買って2500円が異常だからマジで。いただきます。唐揚げからでしょ、うん、ここでエッセンでたらふく亭の箸を使うっていう、何なんだろう、冒涜な、一人で食うんですよって言わね、混んでたから、うん、もう速攻帰ってきた。いただきます。うまいんよ、このやっぱジューシーで、柔らかくてジューシーな胸の唐揚げは俺やっぱももに匹敵するもんね。こう歯がこう繊維にこう当たんないでさっ、なんかその歯触りがスッっていう桃唐揚げは、うめえ、うん、だったら9個ぐらい食えんじゃんっつって、ほんとあのまあ料理は科学だけどさ、砂糖水につけんだっけ、あれ考えた人すごいよな。食パン、生食パンだよりな、生食パンなんかよりもだじよっぽどすごいよね。あの繊維を太らせて、そこの太り切った繊維に味入れるっていう、ここに
今マジで MTG これシナジーだろ、うん、ほんとあそこでのりから弁当じゃなくて唐揚げ単品でチャーハン行けばいいじゃんって言ったやつマジでデッキビルダーのあれだわ、センスあるわ。しっとりしてるけどパラパラしてる、しっとりしてるけど結構あの口の中ではほぐれやすいタイプ、一番いいやん。うまっ、自分で切り抜いてたのね、自分で切り抜いてんだ。あ、もうマヨいっちゃおうかな。パラしっとりの、いやあのね、レタスがいい感じにしっとりさせてんだろうねきっとね。多分レタス入れてなかったらもっとパラパラしてる感じだと思うんだ、うん、これよな、胸から揚げの真骨頂はこれよな。まあそもそも唐揚げにマヨやめてっていう、その唐揚げ自体がご飯のおかずになんないっていうさ、いるじゃん、種族、うん、ファイレクシアンいるじゃん。それもちょっと理解できないんだけど、さらにこうおかずっぽくなくなるんだろうな、その唐揚げにマヨって、うん、あのマヨネーズがご飯に合わないっていう、その種族もいるじゃん、考えられないんだけど、うん、楓ちゃんのレタスチャーハン食べてっつってクッキーとな。もうすでにデブだから、女のだからもう良くない、別にその久しぶりに会ってね、バンドメンバーに10年ぶりぐらいに会って、ロキ君太ったねとかつって腹触られて、セクハラですよっつって、今令和ですよって、ルッキズムって知らないんですか、もうそのくだりもいいよね、もう本当に。そんな種族は滅ぼせつって、うん、俺がエルズペスだっつって、この漬物が紅生姜だったらもう100点だった。俺チャーハンの付け合わせは紅生姜がいいな。チャーハンの付け合わせは紅生姜が好きだな。足りないことはない絶対、うん、断言できる、足りないことはないね。でも美味しく食べれるっていう意味でね、なんかチャーハンのテイクアウトって冷凍チャーハンがそもそも結構うまいから、なんかあんまりしないんだけど、やっぱうまいね、やっぱうまいよそりゃ、うん、うまっ。
左のフカヒレの姿に入る。これなんだろう、ケチャップかな。あ、なんか俺こういうの大事だと思う。オムカレーにはこれオムカレーのなんか謎のついてきたんだけど、小鉢みたいな、マカロニサラダだった。俺こういう気遣いだと思うな、ほんと大事なのって。この世知辛いこの時代、こういう気遣いっしょね。やっぱ洋食だからだろうね。こっちはほら漬物とか つけてあるから。言うて、カレーは最後だよ。カレーは最後でしょ。100点あげちゃう。まあな、そんなに、だって今日も結構そんなめっちゃ時間かかったわけじゃないでしょ。20分ぐらいで返してよね。やっぱその何なのかな、なんだかんだたらふくでいっちゃうんだけど、エッセもええね。これはもう完全もうその個人でやってる弁当屋の豚焼肉スタミナ丼とかはもう安パイ中の安パイだから。不思議だよね。だってさ、家で作れそうやん。家で作れそうでこの味になんないよね。全部で計算できないの、全部で2500円引く唐揚げ6個。唐揚げ6個余計だったな。まあでもそれでも2500円だからね。もう一食2500円使うのがもう別にそんな珍しくなくなったから、明日の分のね、明日米炊けば明日の分の飯浮くんだから。まあ明日唐揚げあるから、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー見に行って、帰り、飯食わずに帰ってくるんだ。飯食わずに帰ってきて、レンチン唐揚げで米炊いて食うっていう。そうで、俺は本当セルフネグレクトだから、まあいいんだ、その備蓄食料として。でも明日は、もう本当タイミング悪いな、本当明日は、この引きこもりの俺が家出る予定があるっていう。珍しく家出る予定があるから映画を見に行くっていう、その日に家の飯確定してんの嫌なんだよな。かといって母ちゃんにこの唐揚げ、デカ唐揚げ6個は無理だし。うめえ。マグロの極みが異常なんだよ。あんまりお客さん入ってる感じしないけど、全然まだ続いてんだよね。でもこれやっぱ米は少ないね。やっぱ唐揚げいつ食えばいいのか分かんねえもん。ご飯がもう足りなくて。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、さすがにさすがにっていうのもおかしい。まあ今のためにはスーパーマリオなんだろうけど、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー見る予定。やっぱおもろいっぽいよ。もうすごくない、ジェームズが。だってあれも面白いんだべ。ツーサイドスクワットのスピンオフのやつもおもろいんだばい。なんだっけ、
あの超ホワイトトラッシュみたいなやつが主人公の、なんだっけ、あの DC のドラマのやつ、誰も見てない、誰も見てねえじゃん、うん、焼肉弁当ってことでしょ。いやまあ分かる分かる、全然全然分かるけど、まあ怪しむべきだったんだよな注文、まあ、やっぱちょっと耳遠いのか分かんないけど、おばあちゃん電話口の、俺別にお迎えで頼んでないけど、カレーって注文したんだけど、お迎え、あ、確認するときにお迎えねっつって、うん、確認のときには唐揚げ3個、唐揚げ単品3つって言ってた気がするんだけど、その3個入りとかがあるのを、ちょっと踏まえるの忘れてたからね、うん、だって3個入りがあるんだからメニューに、単品3個って頼み方はしないんだよ。唐揚げ3個って言ったら、唐揚げだって唐揚げ3つ欲しい人は唐揚げ3個入りを頼むわけだから。だから俺が悪い、全面的に。単品3個っていう頼み方すると、唐揚げ一番最小のセットが3つ入りだから、3つ入り3つになるんだよ、多分。だからこれは別に耳が遠いとかではないんだよな、きっと。だから、その唐揚げに関しては俺が悪い。ただ俺カレー弁当って言ったけど、オムカレーって言ってたから、確認の時には。でもいいんだよオムカレーで。ちょっと待って、なんかピラフなんかピラフじゃん。ほんと ?1 位じゃないもうこれ今日。もうこれも嬉しいし。これも嬉しいし。オムカレーが推しだったのかな。分かりにくいかもだけど、中ピラフなんよ。中鶏肉とマッシュルームとピーマンかな、あと玉ねぎかな。これは嬉しいよね。味噌もつな、もつ味噌気になるよね、マジで。よいしょ、めっちゃうまい、めっちゃうまいし、あ、カレーピラフだ。カレーにさらにカレーだ、バフかけてんだ。うっすらカレーピラフになってる、その玉ねぎ、ピーマン、マッシュルーム、鶏肉のピラフが、やっぱもっと活用すべきなんだよな。なんだかやっぱり大通りに面してさ、エッセンな、あとその今日はさ道路空いてるし雨で、そうなんで、そういうのもあんだよな。なんか平日だと結構道路混むしな、なんつって。うん、白米だったらね、こう唐揚げも
唐揚げ乗っけても、だから普通のカレーだったらカレー唐揚げみたいな、唐揚げカレーみたいな感じで食べれるけど、もうこれでもう成立しちゃってっからな。これ9個は食えんわ。でもう飲み物買ってくるの忘れてるし、もう帰りに買おうと思ったのに、もううわー唐揚げの注文ミスったーっていうので、もう飲み物もう頭の中から切れ去ってるし、あとはもちろんそれもあるけど、単純に腹が減ってるっていうのもある。なんかもうデブから逃れられない運命なのかなと思うのは、だからその昨日飲み会やったっつったじゃん、その昔組んでたバンドのメンバーで、でそのうちの近くにできた割烹みたいなとこ行ったのよ。でそれが夜飯だったわけ。何頼んだっけな、カンパチの刺身とか、あとタケノコの天ぷら、タケノコ刺し、あと何あった、あとレバカツ、あと野菜スティックに長芋の一本漬けみたいな、長芋の漬物、あとだし巻き卵とか、そういう感じので、その夜ご飯済ませたのね。結局いやめっちゃ体にはいいと思うし美味しいんだけど、その揺り戻しで次の日めっちゃ食欲食欲爆発するで、結局この飯食ったら昨日の夜ご飯のそのなんつうのあれプラマイゼロやん。いや胃が弱くなったジジイ向けばっかりってか、そういうお店なんだよ。だってやっぱりちょっともうだってやっぱ予約していかないと入れなかったもん、いや金持ってそうなジジイババアばっかり。むしろマイナス持つって。富山オフで1人前2万5000円のコース食った後にローソンの唐揚げくんのが美味しいって言った安いたちみたいじゃんって。いや違う違う、それは厳密に違うよ。だ美味しいもん。いやタケノコの天ぷらうまいね、やっぱ風味がいいねなんつってそれはそれ楽しんでるから、やっぱこういう飯の方が好きなんだろうな、好きなんだろうな。やっぱりね、ああいう上品なのってそのお腹ギチパンに食いたいってなんないもんね。唐揚げとめっちゃ合うやん。マジでこのオムカレー友情かも。マジで注文間違えてよかったかも。まあこういうお子様ランチみたいなの好きだからね俺、やっぱりまだに。
この体でいつまで部活飯食えるかなって、そのどっかのタイミングで食えなくなったりするのかなあと昨日その割烹で、昨日そのね割烹日本料理のその居酒屋みたいなところでしか食べてない感じで話したけど、ちゃんとそのちゃんとあの解散間際に白川ラーメン一杯食ってきてっけどね、ラーメン山田っていう白川ラーメン、あの普通盛りだけどちゃんと食ってきてるけど、やっぱ食欲が、だからやっぱり胃がやっぱりすごい喜んで活性化してるってことだな。やっぱこういうのが続くと胃が結構拒否反応を示すけど、ああやっぱり美味しくてこう胃腸に優しい食べ物をこう質の良い食べ物を食べると活性化して次の日欲しくなるのかな。結構老化進行してない？ Vlog で50代に見える時ある。でもさ別によくね、41も50も変わんねえべ。別に80歳に見えるよとかって言われたらちょっと考えるけど、アキラに出てくるあの子供おじいちゃんちゃんみたいなさ、それは違和感あるけど40も50も変わらんて、なんか抗ってる感じしてやだわそれ。50人目でもいいだろ。そういうやつはね、そういうやつじゃね、大抵ね世代間差別みたいなしてんだよ。まあ俺もするけど、俺も宝石じじいとかって言うけど、たまに20代から見たら40代も50代もじじい。耳の穴かっぽちってよく聞いとけ。まあ、それは絶対あるよね。ほんとやっぱ油が続くと拒否するんだろうな胃が。胸からなのに最後まで柔らかいから、はい、食べていいよ。いい、うん、結果オーライじゃん。今の TC の笑顔見せてあげたかったわ、うん、ありがとう。くくん唐揚げ食べていいよ。ありがとう。結果オーライじゃん。嬉しいよね。三角食いできないけど、俺ポテトサラダよりマカロニサラダが好きかも最近。うん、うまかった。ちゃんと食べていいか聞いてくんのいいねって、まあ聞かないで食べるときもあるっちゃあるけどね。ゲームに例えるなら次郎はロマン審査がHP 回復しながら LP 減ってる気がするよ。ジロゲイジロゲイジロゲイ
ジロケイ、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 ジロケイ。カツ丼の重さ尋常じゃねえなマジで。こんだけ買ってさ、1350円は安いよ。安いのよ。また色容量減ったっつって聞いてた、さっきの話。これね、なんであなた煮込みカツ一回配信で食ったかな、煮込みカツ。なんであん、あんた唐揚げとか明太のりからばっかこすってんの、それじゃんっていうぐらいすごいですこれ。すごいよな、カツのデカさがよ。これが700円ぐらいってことでしょ。そうなんだよ、もう出来たて取ってきたから、出来たてもらってきたから、もうどっちも主役級だから同時進行でいくよ今日は、うん、え、すごくない？素晴らしいよね、素晴らしいですね。うわ、茶色い、茶色いわ。1350円だよ。だから、値上がり前はそのぐらいだったんじゃない？ 1200 円ぐらいだったんじゃない？フードポルノ来ちゃって。いや、でもやっぱり、その、俺、これから煮込みカツ丼食うのに、なんだけど、俺、煮込みカツよりやっぱりカツ定食が好きだわ。とんかつ定食が好きだな。あ、粋だな。やっぱ江戸っ子だよね。とんかつ、煮込みかつのが江戸っ子なのかな、うん、そう、だからカツ丼食いてえな、煮込みかつ食いてえなってあんまなんないのよ。とんかつ食いてえなはあるんだけど、うん、え、これ切った？まさかの切った。おかしいよ、一切れ、これはおかしいじゃん。これはいただきます。うん、もう、うん、うん、これもしっかりも好きなんだけどね。実際うまいからね。実際その煮込みカツしか頼まないって人もいるから。うん、前食べたハンバーガー、いやあれはね3000円弱。うん、なんでよ。こんなカツ気合い入ってんだもんね。しかもうめえ肉だし。うん、いやソースカツもうまいけど、やっぱとんかつ定食だな。ソースカツのソースってさ、いわゆるあのソースじゃないじゃない、うん、和風ソースみたいな感じのが多いじゃん。だしソースみたいな。そう、肉もうまいんよ。だから最適化は煮込みカツ定食だろっていう人もいる、うん、でもやっぱ唐揚げよな。唐揚げだよね。ちょっとあのいつもと勝手が違うから、いつも大盛りにするからあれだけど、あのバランスが難しいね。普通盛りってあんま頼まないから。
これだもんな。うまっ。三角食いってだけど味噌汁的なもんないよ。チキンカツ難しい。チキンカツはマジで難しい。やっぱとんかつと違ってチキンカツって当たり外れが多いよね、俺の印象だけど。俺はチキンカツ頼んで、やっぱチキンカツってさ、胸をさバンバンバンってめちゃくちゃ叩いてめっちゃ引き伸ばしたやつ、あの揚げるタイプって、まあ、やっぱコストが安くてもう 見た目が派手だからいいんだけど、俺はそういうあの1枚で揚げてやるやつよりはそぎ切りにしてヒレカツみたいに出てくるチキンカツ出てきた時は当たりだねっつって、わかる？だから一切れがでけえよ、さっきから二切れ分なんよ、カツヤの。たらふくで食えばこれだけ速攻満足感得られるのに店選びを、だから無駄、ほんと無駄な時間よ、店選びしてる時間とか。もう14年やってんだからたまにでいいんだよ、配信映えみたいなのは。まあなんか近所に新しい店できたから行ってみるわぐらいの時でいいんで、毎回そんな配信映えみたいなのは無理よ、食に興味ねえんだから。食いがたいんだよな、もうちょっと食いにくいんだよな、もっと細かく切ってくれっつって、まあ、ここら辺もいいんじゃない、こんなうまい煮込みカツなのにこの雑な感じな、雑多な感じ。うん、まあ、多分今俺食なぎが来てんのよ、食なぎ。やっぱその長いこと続いてた結構飽きっぽい性格だからさ、ハマるとずっとそれ食うんだけど、俺の人生の中でもなかなか長かったの、1年半ぐらい二郎ブームが終わんなかったから、週一二郎がまあ終焉して2月ぐらいかな、終焉して、だそれのなんか反動なんだろうね、今食なぎなのよ。うん、なぎ説来てんね今、うん、食なぎの明日からなぎやす、まさかの、ね、あのスキップとローファーを作ってる神会社が作ってるアニメな、うん、うん、だから自炊も増えてるし、まあ自炊ってもパスタだよね。うん、まあのもう、1位はベニマルよ、うん、やっぱ家でアニメとか YouTube とか見ながら食いたいから、もうベニマルでなんか適当に買ってくるが1位。2位ジョイフルだからね2位ジョイフルなのやばいよね。まあ、ジョイフルいいけど、そのメインの昼飯ファミレスは本当に食に興味ない人じゃん。うん、なランチタイムに行けば、
いや、ジョイフル。いや、俺ジョイフル好きだからね。いや、てか、好きだから行くんだよ。ただ、あの、さっきまで何食うか何食うか考えてたのは、それ配信だからよ。いやー、せっかく、なぁ、見てくれてんだから、なんかしらこう、面白いことしなきゃって考えるじゃん。でも結局、まあ、保守的なタラフティに落ち着いたけど、いや、俺はダブルハンバーグ。もうダブルハンバーグしか頼まない。半田屋ってもうないぞ、郡山は。半田屋もめちゃくちゃ行ってたけどね。半田屋もないんじゃないかな。ファミレスってファミリーと女子供とサラリーマンが行くところで、皇居は一番遠い存在っつって。いや、意外とあのドリンクバーとか頼んで長居するからね。1時間半ぐらいいるからね。東京ポッド許可局のアーカイブをいっぱいダウンロードして行くから、飯食いに、うん、うん、だから仙台時代から行ってた、うん、仙台にしかなかった時から行ってた半田屋は、あの駅前の一番汚いところ、あんな、まずそもそもジョイフルのハンバーグうまいよ。これな、マジで下手なこと言えないけど、ジョイフルのハンバーグはうまい。あの、なんでかんで、なんだかんだあの肉汁だなんだっつって、これあんまりハンバーグにそこ求めてないんだよね。なんかこれ褒めてますよ。動物の血肉をいただ、動物の血肉をいただいてるなって感じがするんだよ、ジョイフルのハンバーグ、うん、なんかね、ファミレスとかだったらさ、もっとなんかもっとキッズ向けにしそうなもんだけど、意外と肉肉しいハンバーグ出てくるんだよね、うん、なんかもっとさ、パン粉とかさ、つなぎいっぱい入れてさ、かさ増ししてさ、作りそうなもんだけど、肉っぽい赤身の、そう、雑なハンバーグが出てくるんだよ。で、あれはね、俺好きなんだわ。ハンバーグの血肉感なら、拳の半生とかが、だ、そういう気の利いた店ないから。はい、ダブルハンバーグも嘘、ターボ師匠の謝れっつって、ツインハンバーグだっけ、うん、あのイタリアンハンバーグとそのオニオンソースのハンバーグ乗ってるやつ、うん、ごめん、ツインハンバーグだった。これが異様な量ファミレスの量ではないのよ。ただご飯ならおかわり有料だから、そこないよな。ご飯おかわり無料になったら結構ジョイフルは無敵。タワラハンバーグってパクリだって話してって、そうね、ランチタイムじゃないとこれ別にあのご飯セットみたいなの頼まなきゃいけないから、絶対ランチタイムに行かなきゃいけないのよ、3時まで。サラダバーはないかな、ジョイフルは。サラダバーはない。俺はドリンクバー、ご飯おかわりするね、有料だけど、110円だけど、だ大盛りにはできるから。そう、あのね、 YouTuber コラボメニューはね、飯おかわり無料なのよ。くっそーとか思って、あ、ちょっと上がってると思うよ。でもジョイフルって朝めっちゃ混んでるよね。うん、朝混んでるイメージあるわ。こんちゃん YouTuber じゃんっつって、ある意味ね。いやでもそれはやっぱりあの上乗せされてるから、 YouTube 光に入る分上乗せされてるから、たっけーの YouTuber メニュー、
俺はこのツインハンバーグがね好きだね。あのきっかけは M 級さんだよ、うん、覚えてる、ちょっと覚えてる M 級さんやんのかな、スト6ブランカいないよね。 M 級さんがや一時これめっちゃ食ってたツインハンバーグ、相当うまいんだろうなっつって、ジョイフルので、うちめっちゃ近いからジョイフル、あのその YouTuber ヒカルのメニューは俺唐揚げとハンバーグ食ったけど別に悪くねえよ、だから高え、うん、MQ さん毎日これ食ってて、いちいち、うん、相当美味しいんだろうな。でも分かる、くどくなくてさっぱりしたハンバーグだから、俺まあさすがに毎日は食ってないけど週2の時あるもん。うん、今 MQ さん Twitter にはいるけどさ、もう配信してないでしょ、うん、でも MQ さんのその時に到達してたとこだと思う、マジで。 MQ さんも味がうまくてっていうよりは考えるのがめんどくさいっていう食なぎだったんじゃないの。俺よりだから5年ぐらい前の話だから、俺ジョイフル行くようになったの そのぐらいからだから、多分 MQ さん多分食なぎだったんだね。異常だったもんツインハンバーグの回数。いや週には行ってない、ジョイフルは。ジョイフル週には行ってないけど、でも週1ぐらいは行ってんね。食なぎって毎日納豆ご飯とか毎日カップ麺じゃなく、いや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 、そんなレベルだって。だから基本はベニマルなんだから。でちょっとさすがに食に興味なさすぎるでしょっつって、じゃあちょっと今日は外食しようっつってジョイフル行くんだから、相当食なぎよ。だってもう俺だってレンチンご飯と柔らぎ、柔らぎっていうか柔らぎジェネリックセブンの穂先メンバーのみそれ2個食うかね穂先メンバーの1パックで138円、あれで2合飯食うからね。いや本当に終わってるよ、 食生活っていうかその食への興味。うんうん、冷凍チャーハンもかなり食う、冷凍チャーハンもかなり食うけど相当めんどくさいね。うん、だからパスタも多いね。パスタとレンチンご飯あるときは穂先メンマ。穂先メンマで、いやかなり足りねえのよ。かなり足りねえのよ。俺あのレンチンご飯4つチンするんだけど、まだ2合はないな、 1.5 合ぐらいだな、うん、でもカロリーメイトはね、俺ああいうのはダメなのよ。カロリーメイトみたいなのはダメなんだよな、お菓子みたいなやつで。やっぱある程度そのご飯の手をなしてないと。それで最近はな、ほんと食への興味が、だから偉いと思う。毎日食べログとかグーグルとかで探して食べ歩き、1000円ランチの美味しいとこ開拓してる人とかは偉いと思うわ。激辛味噌、なんかよくわかんない、なんかあるタイミング母ちゃんがハマったかで、日に日に減ってってついなくなったからね。うん、安井さん偉いなと思うけど、あれ自分で稼いだ金じゃないでしょ。
敗した時に金の分出るので開拓はあんまりしたくないって。あとその理論で言うと手堅いところやっぱ混んでるんだよ。もう店構えからもうここはうまいねっていうところってやっぱ混んでる、お昼時は。兄貴はガチで食に興味ない人の人間のもん食ってる？まあだから語弊があるから、その食に全く興味が ないわけじゃなくて、毎回そのアベレージはいいかなって、飯に対して。だからその毎日食べ歩いてる人はやっぱある程度向上心があるじゃん、アベレージを上げるっていう向上心があるじゃん、平均的に美味しいものを食べようみたいな。マジでそれはなくて、再三言うんだけど、まあ食わないなら食わないでいいし、一回むちゃくちゃうまい、今まで食ってなかったようなめちゃくちゃうまいもの月に一回食おうとか、まあ俺は毎月一回うなぎが食いてんだよ。毎月一回三国のうなぎが食いてんだよ。まあ本当マックは俺の中では結構遠いから、結構考えるけど、ピザは本当に宅配ピザは本当に思考停止飯、気づくとピザばっかになってるから。金持ち大学生と一緒に食う気まずいうなぎもっつって。でもみんなそうなってくるんじゃないの、だってよくSNS とかで見るさ、今の若い子はお金がなくてかわいそうだなみたいなあるじゃん。だから俺らが若い頃の時も言われてたじゃん、その中年の人たちから。あれって別にまあもちろんその年功序列で収入がどんどん上がっていく人もいるけど、みんながみんなそうじゃないわけで、ってあれって使い道がなくなってもおじになって金の使い道がなくなってるから余裕があるだけなんじゃないのって思って、若い頃はね飯もさ、洋服とかもいろいろこう、そのあれに物欲もすごいじゃん、食欲も。なんかそんな気がするね最近。いや別にコオロギでもいいもんね別に、この小学生とかに食わせんなよって、給食とかでそれは終わりだぞっては思うけど、別に老い先短い俺らはコオロギでいいよ別に。だからさすがにでも週5日コオロギとかやだな、なあ、まずいのは絶望的な、そこら辺は高齢とかでうまくやってほしいよね。じゃあ久しぶりにスキー場にイナゴ取り行けやっつって、今の時期だと山菜な、コオロギは痛風一直線だから大人はダメなんよ。いやだからもうほんとそれはよくない、それは食育の放棄だから。給食で食わせようとしてるのはマジで反対、そこは断固反対マジで。それはやっぱり貧しかったからなんよ、食が貧しいってほんときついからな。小学生ぐらいの食べ盛りの時に、まあうちの母ちゃんはその俺にこうなんていうの不自由はさせなかったけど、相当切り詰めてたはずだから他の部分で。イナゴはめちゃくちゃうめえ、だからイナゴ食って育ったから抵抗ないんだろうな別に。イナゴぐらいうまかったらいいんじゃないって、まあ
たくさん食べ、あれで栄養すべてを補填するような食い物ではないけど、めちゃくちゃうまいからね、イナゴって、うん、もちろんその健康被害とか そういうのは もちろん加味した上でだけどね、なあ、でもイナゴ自体に味はないけど食感と風味はあるべ。もうエビなんだよな、エビなんだよね本当に。だからあの殻付きのままのさ、エビのさ、小エビの唐揚げみたいなの好きな人いるじゃん、あれだっつーの。森に生えてる紫のキノコの味噌汁もつって、イソギンチャクみたいなキノコな、イクジナ、うん、いやだから佃煮の、まあ、タレがうまいってのもちろんあるよ、うん、不思議だよな、ほんと甲殻類の風味あるんだよ、うん、薄いエビの、いやだからエビの佃煮ってあるじゃん、 それこそめっちゃ高級品だよな、りょうさんちの実家で売ってるみたいなやつ、アサリの何菓子とかあるよね、あれほんと佃煮だよ、美味しい、ご飯が全然食べれる佃煮、うん、なエビの尻尾を、まあエビの殻付きのエビに近いかなっていう、自然のものを取って食わしてくれた TC に感謝だよ、お金ないなりに工夫してくれたのは本当愛情だよって、うん、まああのまたその小学生ぐらいがこう食べたいっていうものは食べれなかったね、ファーストフードな俺だ、マクドナルドは本当あれじゃないか、中学校ぐらいになってからじゃないかな俺、うん、それ以前に幼稚園とか小学校低学年の時に食べてるとは思うけど記憶がないんだよ、うん、こうちゃん今度イナゴ捕まえてきて佃煮にする動画あげよう、うちみたいっつって、死ぬほど捕まえられるからね俺はだってあのスーパーの結構大きめの袋2つとかだからさ、俺の超過だって家族で45リットルのあれだよ、なかなかいっぱいになってたよ、うん、まあもちろんそっから足とかもぐからそのだいぶ傘は減るけどね、半分ぐらいにはなるけど、めちゃくちゃいるよ秋のスキー場、夏終わりのスキー場だ、それをいっぱい煮て冷凍して1年中食うんだから、うん、家族4人が1年分、1年分家族4人の1年分1回で取るんだから、3時間とかで、うん、下処理は大変だけど、で下処理を怠るとあの口の中で刺さったりするから足が、うん、家族総出で、いやマジでそれが家族旅行だったって思うと泣けるよねそれが家族旅行だってのあともう覚えてんのは、会津に旅行行くよっつって騙されて、うちの親父の生家を壊すからっつって、うちのおじいちゃんが亡くなって相続してそれをもう更地にして売るから、業者入れる前に言ったら昔の木造のあの一戸建てだから、業者には最低限で工賃を安くさせるために借り出されて、もう解体作業やばくない、あいつにお墓参りがてらちょっと遊び行くよっつって騙されて連れてかれたら家の解体作業だったの、
あれ泣きそうになったな。まあいい経験だ、いい経験はいい経験だけどね。で、何もなかったからね。その後なんかどっかちょっと気の利いたお店に寄ってご飯とかもなく、だ本当にお金なかったんだと思う、ヒロだけは。貧乏マウント。で、めんどくさいのがめちゃくちゃ貧乏なのに外面は中流階級の不良してるっていう、もうそのねじれな。もう貧乏なら貧乏ってもう世間にも公表してよっつって、うちは一戸建てだしさ、学校行くとそこそこの家だと思われてんだよ。後ろ母ちゃん PTA とかもやってたし。あれはきつかったね。まあごく短い間だったけどね。でも分かんない、その大人になってみてどのぐらい、大人でも想像つかないもんね。いや、上昇してないよ、上昇してない。ただうちの TC が資生堂で働いてたの。資生堂で化粧品のね、 TC 綺麗でしょ、TC は化粧品のデパートで化粧品売ってたのよ。そっからプッシャーで大成功、もヒップホップドリームじゃんそれ。それをうちのおじいちゃんがもう高齢だったから90過ぎててもう手がかかるからっつってやめて、おじいちゃんの年金のみになったわけよ、ひろたけの収入は。その時からあれあれあれっつって、外食って元禄寿司だったよねがここ一番になって、たまーに行く外食、ここ一番になってみたいな。でおじいちゃんが亡くなって、その年金がなくなった時にひろたけ無収入だからそこは多分一番やばかったんだな、ひろたけ稲子時代。うちのお母さん綺麗でしょっていう子供もなかなかいないけどねつって、自分のお母さん綺麗とも言えないやつが本当の意味で子供なんじゃないの。そう、それなんだろうな。そう、元禄寿司行ってたよ普通に、小学校低学年。その人の価値観じゃない、やっちゃんがボストラは綺麗だって言ったら俺別に何も言えないじゃん。いやだから学位の時はだ、それが何年か続いたのよ。もうその収入がない、ひろたけの収入がないみたいなのが何年か続いて、でうちの母ちゃんがハンコ屋でパートに出たのかな。そう、それを加味してよ、それを加味して俺が高校浪人した時のあの予備校のね、あのお金を上半期の学費を納めに行く時のあの話を想像してよ。その状況の50万だよ。
その状況で高校、俺はもう滑り止め受かってたのに、どうしても滑り止めの高校には行きたくないからっつって浪人を選んで予備校に通うっつって、 FKY ゼミナールの春休みにみんなもうこれからの新生活に向けてウキウキしてる中、うん、50万っていう大金、うちにこんな金あったんだなっていうぐらいのね、納めに行って、その後なんかもう1年間頑張るんだ、後期1年間頑張るんだから、なんか今日おいしいもの食べて帰ろうっつってね、その予備校からほど近いなんかいい感じの和食屋入って刺身定食食べたら、その時期もうちょうど米不足で刺身定食の米が大米だったやつな。だからそのもっとその解像度上げてみて、解像度上げてあのタイ米の話を聞いて、うん、まあ借りてる借りてる、多分だけど、一番上の旦那さんの、一番上の姉ちゃんの旦那さんとか、うちの母ちゃんのパート代からは捻出できなかったんじゃないかな。で、貯金もそこをついてただろうし、これもうお金がない福島版だろっつって、これでさっきの肉丼あったじゃん、福島市の、今この段階で半分ぐらいだった。マジで無理無理無理、あれは食ってるって言わないよ、まあ戻しはしなかったけど、もう体内入れただけだよあれ、マジで吐きそうになりだから、修学旅行行けたのも感謝って、なかなかなくない、だって修学旅行、高校の修学旅行の積み立てをさ、親父に勝手に下ろされるって、そんな経験したやついる？いねえだろ。すんげえ担任が難しい表情で、ひろたちょっとあの話あるから放課後ちょっとあの職員室来てくれみたいな言われて、行ったらなんか修学旅行の積み立てあるだろうっつって、あれが親御さんのあれで降ろされてるんだよなとかっつって、何か話聞いてないかっつって、これを2回食べても、これ2回食べて1080円ってちょっとやばくない、マジで。